はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回はですね、ちょっと番外編じゃないですけど、まあ多分少し1時間か2時間ぐらい前に動画が投稿されたと思うんですけど、マリオのね。で、今日はそれとはちょっと別で、こちらブーストモードとお題モードがあるので、あとコインバトルあるので、ちょっとそちらやってみたいんですけど、なんとね、このブーストモードでミーが使えると。はい、こちらキノピコでもなくとってもなく、そう、こちらミーで、なんとトライアングルくんが使えるということで、今回ちょっと使ってみたいと思います。はい、こちらがあれですね、タオパイパイをイメージしております、ドラゴンボールのね。はい、ミーをかぶれたりするんですけど、まあ、今回はいつもおなじみのね、この子でいきましょう。かわいい、やばかわいい、いきます、よろしくお願いします。いや、まさかなんだろう、これ Wii U の頃もあったみたいですね。やっぱりそのスイッチだからとか関係なく、あったらしいんですけど、ついにミーでマリオになれるとは思わなかったので。何これ、遊びたいパックを選んでください。コイン集めてスピードアップ、ベストタイムを目指そう。これってあれ、もしかしてダウンロードコンテンツとかじゃないのかな。とりあえず簡単パックやってみましょうか。遊べる？あ、遊べそう、よかった。なんかダウンロードコンテンツでお金が必要ですかよ。あー、何これ？え？何？どういうこと？え？なんか秒数、あ、その時間内に入れってことね。これさ、大きくなったら、うわ、気持ち悪い。気持ち悪いって言っちゃいけない。あ、ちょっと待って、なんかミーがいる。ほら、見えます？この、今僕が飛んでるあたり。いる、すごい。ちょっと待って、でもな、個人的にちっちゃい方が可愛いんだよな。あ、いい、かわいい。な、でもな、大きくなったら可愛くなくなったな。え、これちっちゃい方がいい。どうしよう、ちっちゃい方のままでいく。わざとちっちゃい方になるの。ん？なんかスピードアップ。なんか上の黄色のゲージが溜まるとスピードアップしていくのかな。まあ最初はちょっとよくわかんないんで、普通に。ん？あれなんだ、時間スピードアップって書いてあるけど、これは特に時間が進むにつれて、スピードアップってなんだ？スクロールがスピードアップするってことなのかな？そういうことかな？まあいいや、とりあえず、ちょっと、まあ普通に行きましょうか。まあ一発クリアで行きたいんですけど、あー、ここなんかあったっけ？あー、ないか、普通にコイン。え、ちょっと待って、これ、あ、これダメじゃない？これダメ！これ、あ、お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 、こういうこともあります。ちょっと待って、ちょっと待って、かわいいから、よいしょ。あ、赤コインです。これちょっと、ほらこっち見て！めっちゃかわいい！あ、やばい、このモードすごいいいかもしれない。好き。トライアングルかあれなんだな。この、なんか、ミーで見るとね、結構気持ち悪い気持ち悪いって言われるけど、意外と可愛いじゃないですか。よかったです。大きくなると気持ち悪い。ありがとうございます。さて、まあまあ、ここら辺はとりあえずこんなんがありますよ。ちょ、待って。ここまたあれか？またなるぞ。危ねえ。スピードアップ。オッケー。イエス。まあまあ、ここら辺のステージは大丈夫じゃないかな。地味にあれなんだよな。ミーがいるんだよな。後ろに。いっぱいのミーが。くるくる。あ、ダメですね。楽しいね。でもこれスピードアップがよくわかんないんだけど、このスピードアップっていうのは、そのステージ自体がスピードアップしてるのか、なんだろう。あ、次が何？あー、同じステージか。一瞬こっち見んの。あ、そしてファイヤーになっていく。あ、ちょっと待って、ちょっとステージ違うみたい？違うか、強制スクロールなだけか。別にそんな難しくなってるとかではないよね。はい、スピードアップしてますが、まあ特にそんな、おいしょ、イエス、オーケー、イエス、オーホー、あは、さすがトライアングルさん、下手ですね。ありがとうございます。さて、まあ言うてそんな、いくら強制スクロールにしようが、ちょっと待って、速くなってきたぞ。あー、なるほど、なかなかだいぶ速くなってきたでござる。なるほど、まだ一面だったからそんな簡単でしたよとか、そういう感じが、なるほどな。あー、ってことはこれレベル、あ、そう、一定期間、ん、いや、ちょっと、あ、ちょっと待って、このステージで強制はやばくない？大丈夫？これ早めに言っといた方がいいな。これなんだ、この黄色いのが溜まってるうちはむしろダメなのかな。あー、あれ取った方が良かったかな、強制だったからな。あ、無理、届かない、つ、あー、無理、これ無理、行く、これはいきます。はい、上、オッケー。んおお、待って、強制だからさ、先がやば、わ、あ、押される、ありがとう、押してくれた、やったぜ。なるほどね、ちょっとずつステージ的に難しくなってくると。じゃあかなり難しいのいきましょうか。いきなりレベル3あたり、あ、でもレベル2から一気にやってこっか。多分、レベル1は全然多分チュートリアル。レベル2も多分チュートリアルだと思うんですよね。で、ベストでニューレコード。まあ当たり前ですよね。やったぜ。いや、これちっちゃい方が可愛いな。ちっちゃいやつで行きたい。な、大きくなるとちょっとね、気持ち悪くなってしまう。じゃあ今度はムササビパック。こちら行きましょうか。多分、さっきより難しくなってるんじゃないかな。
いきなり難しくなってくるとかありそうですよね。さあ、ちょっと待って、これさ、やばい。これ、やったことないステージなんだけど、ムササビパックが、実は、その先のステージになってしまってるので、一旦これでゲームやめて、別のステージやりたいと思います。いや、いいですね。自分のミーが操作できるってすごい楽しい。このお題モードってなんだ？キャラクター、これはミーを選べ、あ、選べるじゃん。オッケーオッケー。じゃあ、トライアングル組んでいきます。いや、帽子をかぶりましょう。かわいい。超かわいい。さあ、どんなお題？お題ってなんだ？初めてのタイムアタック。どんぐり平原を駆け抜けろ。三段ジャンプでピャンピャンピャン。急いで集めろ。砂漠の隠し子。あ、なるほど。いっぱいあるのね。じゃあ、危険なファイヤーボールやってみようか。うわ、なにこれ？ファイヤーボールを避け続ける。あ、面白そうじゃん。いきましょう。ファイヤーボールを避け続ける。40秒以上で金ね。簡単ですよ。何言ってるんですか。トライアングルさんですよ。こんな簡単でいいというのかね。ただくるりんとやるだけではないか。おっと、ちょっとタイミングが変わってきたでござる。でも大丈夫。これ最悪壁キックす、まあでも最終手段か。あ、やばい、しまった。やっちゃいましたね。もう一回やっていいですか、これ。あ、面白いね。ちょっと今あれだな、大ジャンプでくるりんすることをしないで、なんかあれだな、その守りに入ってしまっていた。もう一回いきます。あ、ムービー流さないでやめて。プレイムービーとかやめてよ。もう一回ちょっといきます。あ、でも、私をゴールを連れてってちょっと気になるな。何これ。チョロプーをリストに乗せてゴールまで連れて行け。あ、なんかこれさ、数が増えると進まないとかじゃなかった。なんかこれ昔ありましたよね、ゲームで。なんのこれだっけな。これ、特になんかあるわけではないと。オッケー、行きましょう。多分、このチョロプーを、あ、チョロプーがいると数が減るのか。で、クリボーが乗ると増えちゃうから、いや、そういうわけじゃないの。あ、ちょっと待って、これ大丈夫？チョロプーこれ連れてってって言ったから、チョロプーは踏んじゃダメなんだよね。だ、そういうことですよね、おそらく。で、クリボーが乗ると進まなくなるから残り0人みたいなね。ちょっと待って、これチョロプー倒しちゃう。いいの？これ倒しちゃダメだよね。これは多分ダメだと思うから。よいしょ、踏んだらダメ、もうおしまい。あ、え、むずくない？これはむずいわ。やめときます。若干ちょっと時間かかっちゃいそうなんでね。ちょっと危険なファイヤーボールもう一回やりたいけど、とりあえず、まあいいや、踏んで活気棒。敵を踏んで連続、お、いいね、面白そう。これ、行きましょう。敵を踏んで連続バンナップを目指せ。サウンナップ？え、簡単じゃないの？ 1、2、3番の塩。あ、やばい。あ、そういうことか。これ、ダメですね。え、これ、サウンナップ。はい。あー、そっか、一体一体やんないといけない。これは結構簡単だったかな。まだ、まあって言ってあれでしたけど、ギリギリでしたけどね。まあこれでベストスコア更新。イエス、金メダルゲット。これ金メダルゲットすると何になるんだろう。てか、トライアングル君が可愛すぎる。いいね、気に入りました。これずっとなんかストーリーでも見つかるようにしてほしいな。岩ヘムの上のノコノコさん、敵を、うわー、こういう気に、あ、ちょっと待って、やばいな。僕ちょっと、昔からマントとか苦手なんですよ。その、あはーん、こうなるね。もう一回やろうか。ここはちょっともう一回行きましょう。ここはちょっと、名誉挽回ということで。タイミングかな？これ。タイミングですね。多分、まだ、ここ。1、2。あ、これあれか。パタパタ。パタパタのみなのか。ちょっと待って、これ、じゃあ、こうして。あ、届け、俺の前。あ、危ね。あっと、危ねえ。で、はい、はあ、持っちゃった。難しい。じゃあ、別の行きます。これちょっと難しいですね。はい。トラングさんにはまだちょっと難易度が難しすぎたと。三段ジャンプでぴょんぴょんぴょんって何これ？連続ジャンプで、あー、三段ジャンプもか。86枚、82枚、70、ってことは逆にもう75枚までは当たり前ってこと？あ、ちょっと待って、時間これかかるかな？ちょっと待って、ごめんなさい。とんでもない。集体を晒してしまいましたが、でこっから1、2、3の尻尾で上行く、そしてジャンプくるりんの、はい、あ、ミスった。今くるんしちゃダメだったんじゃない、危なかった。よし、いいよいいよ、なんとか最低の75はクリアしたい。おお、まさかまさかの金。でもタイムでプラスとかあるのかな。まあでも金ゲットしたからいいかな。これは結構簡単だったんじゃないの。うん、だってタイムとかもないですもんね。やったぜ。これは誰にも抜けぬ記録といったところか。
誰も抜くことができない記録を作りました。ありがとうございます。よし、じゃあ次、新しいお題、お、来たね。危険なコイン、まあとりあえず急いで集めろ。砂漠の隠しコイン、 P スイッチを踏んでコインを集めろ。 P スイッチの効果切る、あーなるほどね。え、じゃあこれ押してからかな。ってことは壁キックとかいろいろふんだんに使わないといけない。 H、 待って、今ちょっと待って、ミスった。今 P ジャンをやるべきだったな。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしようどうしようどうしよう、え、無理じゃないの。あれ、あの上のやつってどうやってやるんだ。ヒップジャンプでも無理。え、いやでもできる人はできるんだろうな。これ多分銀だよね。あ、どうか、全然ダメじゃん。え、どうやってやるんだ。まあいいや、とりあえず次いきます。もうどんどんいきますよ。次が、あ、またもなく増えた。いっぱい増えるね。ちょっと、これもう一回やっていいですか。危険なファイヤーボール。ちょっとこれ悔しかった、さっきのが。ちょっと金いきたいです。40秒。これでダメだったらもう、ダメ。もう罵ってください。いくらでも罵ってください。これは、ここら辺はまだ多分大丈夫だと思うから。単発実況、シリーズ実況、単発実況、シリーズ実況、シリーズ実況、ね、これはシリーズ実況かな。で、これもシリーズ実況、これ単発からのシリーズ実況、あぶね、これはなかなか、おっと、うまいね。大丈夫。で、これはシリーズ実況。よし、来た、ね、これもう終わんないですよ。多分実況、ごめんなさい。動画時間多分、8時間ぐらいになってます。はい。なんか、長く生放送やる実況者みたいな。あ、50秒でクリアかい。やったぜ、お題クリア。やったぜ。オッケー。危険なファイヤーボール。ふぅ、いや、面白いね。これはさっき悔しかったからな。ちょっとできてよかった。よし、じゃあ次。もうちょっとやっていこうか。面白いな。あと、なんか、ジュゲーム的なのもあったし、どうしようかな。ここら辺は多分、70秒、まあこれはいいかな。ここら辺からやるとしたら。何やろう。ジュゲームの雲に乗って、何これ、イルカに乗った少年みたいな。危険、あ、星2になってる。難しくなってる。OK、じゃあ難しい方やりましょう。ジュゲームの雲、あー、難しそうだな。これちょっと苦手やな。120枚、130枚、140枚。時間は100秒。これは多分なんか、もう、あ、ちょっと待って。ダメさ、ダメさ、それはダメさ。イエス！よし、もう一回だ。これ三段ジャンプでいかないとダメか。オッケー、奪った。これで、もうあとは、あー、なるほどね。もう奪うところ、いや、これはもう、あえて、もう、大きい、もう、ガンガンいきましょう。あ、追いかけない。逆走しないと、逆走しないと。逆走しないとダメです、ダメです。どうだ、これ120枚いったな。120枚いった、130枚、クソ！いや、これはダメだ、どうだ、多分。120、140、160だったっけ。いや、全部取らないと160は厳しいな。なるほど。どうですね。いや、ちょっと難しくなってきてるな。じゃあ次、行きましょうか。行きましょう。さて、あとなんだっけ。風船ふわ、あー、苦手そう。やばいな、これは。ちょっと待って。30秒以内にコインすべて集めれば金か。いや、これは難しいんじゃないかな。お願いします。ちょっと待って、お前、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、思ってたんと違うわ。って、これ難しくない？あ、そっか、忘れてた。ずっと飛べるの忘れてたじゃん、トライアングルさん。あー、これごめんなさい、やり直していいですか。ずっと飛べること忘れてた？そうだった。なんで1回限定でやったのか。なんでこんな難しいのと思ったけど。そういうことか。あ、でもこれダメですね、多分。今のやり方じゃダメなんじゃない？とりあえずまず、ここの階層やりつつ、あ、でもちっちゃくなってく。で、もう一回、ほ、頼むぞ。で、ここら、あー、もったいないな、今のダメじゃない？大丈夫？これ、あー、やばい、金は無理だ。金は無理だけど、銀はいけそうな気がする。いや、微妙か。やばい、ちょっと、銀、あ、ね、多分銀いった？ 36 秒？あれ？どうだったっけ？ 38 秒じゃなかったっけ？銀は。いや、金の30秒もいけそうだったな。あれ、上から行った方がいいか。まず上に乗って、上から下に降りていくみたいな感じでやった方がいいのかな。よし、じゃあ次もう一回行きましょう。もう一回っていうか、違うの行きましょうか。ちょっとこれやってないで、これ行きましょうか。危険なコインとデカパックン。コインを取らずにゴールリングを目指す。コインを取らずに、あ、そういうこと。あ、逆に取ったらダメっていうことね。あ、面白そう、これ。でも、
難易度1だからそんなに難しくないんじゃないかな。はい、ああこれあれなら多分のこ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 とかも使っていかないといけないみたいな、取っちゃったんだけどとりあえずは取ってますよって、取ってますね、取ってしまいました。これもう一回やっていいですか面白い、これこれちょっと好きかもしれない。ちょっともう一回いきましょうか。なんかいつの間にか取ってた、しかも3枚も取ってた、あれ2個じゃなかったっけこれちょっと恥ずかしいですね。これもう一回いきます。さあ行くぞ。最近ね、なんかトライアングさん結構声がなんかその前よりそのなんだろうリラックスしてますねっていうコメントあって、いやそのコメントすごい嬉しいんですよ。その通りで、なんか最近ね、あちょっと待って、もう本当に心から楽しんで実況、まあ元からもちろん前からも、あっ取っちゃった取っちゃった。まあ最近はね本当になんだろう、まあ前もそうだった、まあ緊張してたのもあるんですけど、最近は本当になんか気楽にねその実況というものができてるので、まあ本当にそのおかげかなっていうのもありますね、正直ね。よいしょ、はい、でここだよ、ここで OK、 よし、いったで、ここであとはブロスをくぐり抜けて、これなんだちょっと気になるな。まあ時間は多分大丈夫だと思うから、バカなんかこれなんかヨッシーかなんかだと思うじゃんまあいいや、まあいいっす、もう銀でもいいやこれは、とりあえず。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺りで終わりましょうかね。もう一個あるんですけど、ちょっとチラッと見てみようか。長くなりそうだったらやめとく感じで、ちょっと見てみますね。動画時間かなり今長いと思うんで。コインバトル。なるほど。コインバトル、コインエディット。じゃあコインバトルで。あ、これは無理。僕友達いないから。はい、ということで、じゃあお疲れ様です。バイバイ。